新年おめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。経済の好循環を揺るぎないものにするため、産業界の皆さんと一緒になって、日本経済を力強く成長発展させると、これが今年の私の仕事であり責務だと思っております。改めて、アベノミクスの下で希望を生み出す強い経済の実現に全力を尽くしてまいります。TPP でありますが、 TPP が頑張る中堅、中小企業の、そして、我が国の農業観光にとっても成長の機会になるよう、スピード感を持って支援策を講じて一つでも多くの成功事例を生み出していきたいと思っております。次に、AI や IoT を活用したイノベーションの実現であります。自動走行、あるいはドローン、医療健康など、あらゆる分野で世界の先端を行くような事業を一つでも多く生み出していきたいと思っております。そしてエネルギーでありますけれども、この3月で震災から丸5年でありまして、福島第一原発の廃炉汚染水対策と福島復興については引き続きしっかりと取り組んでまいります。また安全性をすべてに優先してですね、再稼働も進めていきたいと思っています。4月から電力の小売りが自由化されます。電力システム改革を進めてバランスの取れたエネルギーミックスを実現したいと思っております。以上でございます。今月から幹事の読売です。大臣、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。幹事から1点、TPP の関連なんですが、合意文書の署名をもしどこかでこう集まって行われた場合ですね、いつ頃どこで行う見通しか、どういう方向で調整中か、見通しをお聞かせください。現時点においては署名の日程やら場所やらまだ決まっておりません。現在、条文の整理とか確認など、技術的作業を各国と共同で行っているところでございます。その上で署名するということになります。早期の署名および発行を目指して各国と連携をしていきたいと思っておりました。今のところ具体的なものは決まっておりません。NHK の澤畑と申します。一つ、年末に日本と韓国の間で従軍慰安婦の問題が合意があったと思うんですけども、日韓関係で今まで経済的にこうちょっと、止まってきちゃったところで、これを受けて何か進んだりそうなものが何かあったり、具体的にこれであちこちありませんけれども、私はその相対的に考えればこれで一つ前進かなと、こういうふうに思っております。政治的にこれで喉仏に刺さったトゲじゃありませんけれども、そういったものが解消されつつあるんではないかというふうに認識しています。具体的に何かっていうものは、具体的には個々にですね、進めることでありましてですね、今これが目玉でどうのということではないんじゃないかと思っています。よろしくお願いします。